やっぱり4人での活動もすごい楽しいんですけど、また新たにウッカをその成長させるためにとか、いろんな方に見てもらうためには新メンバーとか増えるのは必要だったのかなとも思ってたので、あ、オーディションでやるんだっていう気持ちです。なんかそのオーディションをするって聞いた時は正直ちょっと不安な気持ちはすごいあったんですけど、でもなんかそのこれからの物価の未来のために、明るい未来のためになんかそのやっぱ新メンバーが入ることによってやっぱ新しい壁とかって思うし、その部分に関しては今はすごいワクワクの方が大きいです。その前にマネージャーさんとの面談でなんか新メンバーどう思うって言われて、私は賛成してたから、なんかやっとだなっていうか、否定とかマイナスの気持ちはなかった。オーディションかっていう感じでも別にそんな、なんて言うんだろう、かまなく不可もなくっていうか、そんなにめちゃくちゃ否定もしてなくて、でも来てくれるっていうのは嬉しいことだなって思いました。あのやっぱ新メンバー入ったらその子とかも思うけど、どんぐらいそのダンスとかっていう子が入るのかわかんないですけど、自分も頑張りつつその子とかにもなんか教えられたらなと思います。妹みたいな子がめっちゃ欲しいなってめちゃめちゃ思ってて、甘えられたい。ウッカって結構キャラ強いメンバー多いと思うんですけど、多いんですけど、ウッカを出してもらえるようななんか元気なキャラの強い子とか、ライブが一番楽しいなって思ってもらえる、すごく楽しいので、その歌って踊ることとかファンの人の前に立って何かをするっていうのを楽しんでもらえる子がいいな。やっぱりメンバーとか その努力も してなんかやっぱり見てくださる人の幅を広げたいなって思ったり、全員が全員にハマらなくてもいいけど、なんかいろんな人から愛してもらえるような素敵だねって思ってもらえるグループになりたいなって思ってます。ウッカをもっとたくさんの人に知ってもらって、なんかウッカの曲とかウッカのライブを本当にすごいたくさんの人に見てほしいっていう思いがすごい強いんです。いろんな人に知っていただいて、そのウッカの曲を聴いて、その皆さ なんか笑顔になってもらいたいなっていう、うん、今も頑張ってつもりでいきますけど、もっとたくさんの人にウッカしてもらって、その上で自分たちのパフォーマンスがめちゃめちゃ良かったら、本当にファンの方って来ると思うので、自分たちがまずは頑張る。本当に最初4人になった時は本当に不安な気持ちとかすごいあったけど、なんか4人で全部東京も全部ツアーも完走することができたから、もっともう先にっていうか進みたい、前に進みたいです。なんか絶対もう乗り越えられたから、もっと一家として前に進めれるんじゃないかなとはすごく思っています。メンバーって言ってるのはやっぱりメジャーデビューしたいのはいるので、であと掲げた目標が武道館に立ちたいっていうことを掲げたので、とりあえずそこを言ったからにはすごい武道館とかは立ちたいなと思います。そうです、一家はあの日本武道館っていうあの目標を掲げたので、そこにやっぱり一回かけたんで行きたいなと思う。アバウトなしか考えられなくて、新しく入ってくるメンバーと6人では見れなかった景色をたくさん見たいっていうのは目標の一つ。